ただいまから政府開発援助等および沖縄北方問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日川野義弘君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君が選任されました。政府開発援助等および沖縄北方問題対策樹立に関する調査を議題といたします。まず政府開発援助等の処方針について林外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。